こんにちは、 QBC レポーターの安永飛鳥です。今日は縁起がいい郵便局があるということで、こちらの郵便局にやってきました。それでは早速お伺いしましょう。こちらの郵便局が縁起がいいと聞いてちょっと今日来たんですけど、何がどう縁起がいいんですか？ですね、はい、うちの郵便局は大福郵便局って言うんですよ、はい、で大きな福が招かれるということで、とってもいい縁起のいい郵便局とされてます。受験の案内をここで出されたり、あるいは結婚される方がそういった案内状を出されたり、はい、福が来るということで、はい、そういったことがあります。ちょっと私も2015年こそは幸せになりたいので、ちょっと今日はせっかくなのでこちらで年賀状を書かせてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。いいですか、はい、では年賀状を書きに行きます。早速中に入って気になったんですけど、はい、こちらのめでたいブースは何ですか？はい、これはロッテの雪見大福と、はい、大福郵便局の企画で、はいはい、雪見大福の福が大きくなったんですよ、はい、で大福郵便局の大きい福が重なり合って、はい、こんないろんなスタンプを置かせていただいたりですね、かわいいですね、してるところです、はい、じゃあもうこのスタンプを年賀状に押すと、はい、私にも福が現れますかね？はい、大きな福が舞い込みます。本当ですか？はい、私も年賀状に押したいと思います、このスタンプ。じゃーん、どうですか？幸せが訪れますよ。訪れますか？私もこれで幸せになります